チャンネルクララをご覧の皆様こんにちは、本日も、戦後70周年特別企画説教ソラノフ掟破りの逆15年戦争をお届けしたいと思います。堂上先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。東条内閣になった時にはかなり選択肢が狭められてたけれども、はい、まあでもまだまだやりようがあった。やりようはありましたね、はい、ありましたが、はい、やっぱりねそのなんて言うんでしょうね、見えてなかったですね、うん、そのこういろんな道が本当はあったのに、はい、うん、彼らはそのまあなんて言うんですか、まあ、当時の学歴エリートの集団ですよ、うん、彼らには、まあ、非常に彼らは非常に視野が狭くて、でこの他にもいっぱいあるこう、ね、もっと楽に勝てる道いっぱいあったのに、うんうん、一番きついとこ行っちゃったと。そうなんです。だからアメリカと戦争しなきゃいけないっていう脅迫観念にとらわれて、そうそうそう、だからもうわざわざそのスーパーハードモードとか選んでやってるわけですよ、うん、まだ初めてやるゲームなのに、ね、もう一面で終わっちゃうじゃないですか、クリアできない、はい、まあ、そんな感じですよね、ええ、なんでそこやんのと、これイージーモードあるじゃん、そう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 、敵が撃ってこないよイージーモードやるとみたいなね、うん、教えてくれる人とかもいたのにね。だから今でもありますよね、結局消費税増税しないと社会福祉がとか、はい、あ、そうですね、日本の財政破綻が、ね、国債の暴落しなかったですね、しなかったですね全然いつするんでしょう ね、はい、まあ、するならそれで儲けてみろこの野郎って感じですけどね、はい、はい、じゃあちょっと今回のタイトルコールはジョーデさん、はい、第5回第3次近衛内閣ということで、はい、近衛内閣末期ですか、はい、いよいよやりたくねえな、もうそれ聞かないとお客さん返してくれない、いやいやこれ一番やりたくない、帰っちゃいます、もう見たくもないんですけどね、はい、もうやるんですか、そうはいい、第3次ってもう最悪じゃないですかこれね、ぶん、はい、投げですよ。そのアメリカと戦争しなきゃっていう脅迫観念を作ってくれた内閣なんですが、なるほど、ね、国際情勢はですね前回の東条が近衛に変わってるだけです。あ、はい、こいつですね、この投げっぱなしジャーマン、はい、ことですからね。ですね。はい。はい、じゃあパッといって、まずですね、はい、アメリカの要求によってですね、はい、あの松岡外務大臣を更迭して成立した内閣。うーん、松岡側は本気でアメリカと和平しようと思っていろいろやってるんですよ。まあいろいろね、あの外務省一の極悪人扱い、はい、外務省正当士官ではなってるんですが、はい、まあ、本気で和平しようとしてたのは確かなんです、うん、でそれを見抜いたアメリカがあいつがいると話にならないと、うん、行って蹴散らしたっていうね。なるほどね、まあ、戦争したかったからね、アメリカは。だから今の日本の外交しか頭おかしいのは、うん、アメリカが和平したがったのに松岡は戦争したがったって逆にしちゃうんです、うん、そう、私もそれ信じてました結構、はい、でも実は違ったんですよね。アメリカやる気満々で松岡はなんとか戦争を避けようとしたんで、うん、飛ばされたと、うん、松岡にはいろいろ批判あってもそれはね、あの認めたりなんてかわいそうですよね、うん、まあ、そうです、まあ、この前この次に多分出てくると思うんですけど、あの国際連盟脱退の時も本当は松岡はあんまり反対だしやりたくなかったんだけど、三国同盟だと本来やりたくないし、まあ、松岡って本来親衛派ですからね。そうなんですよね。でもその上の命令だからって官僚なんで、まあ、その命令に従ってやっちゃう。あ、ちょっとそこは違う。あ、違うんですか。実はそこは、はい、あの井上順之助と松岡洋介っていうのは、はい、官僚なのに全然官僚らしくないですよ。あ、そうなんですか。で、この二人の共通点ってものすごい指導力あるんですよ、はい、まあ、ついでに言うと人間性は超傲慢でただしそんな強い人が激しく間違えたことやっちゃった。なるほど。うん、ちなみにこれは岩木目誠っていう人がたまにはまともなこと言ってて、はい、井上松岡っていう昭和初期ただ2人だけ強い政治家が間違ったことをやった、うん、あの人もたまにはまともなこと言うんですよ。なるほどね、なるほど、まあ、それがでも両方とも共通して官僚政治家、うん、だからまあ、まあね、松岡だ、まあ、井上日銀だし松岡、まあ、あのノンキャリみたいな外交官なんで、あ、なるほど、まあ、叩き上げっちゃ叩き上げだったんですね。官僚出身の反官僚なんで、なるほど、ね、微妙なんちょっとあのバランス悪いんです、ね、なるほどね、はい、でですね、はい、第三次近衛内閣ではですね、はい、独ソ戦始まっちゃうんですよ。なるほど、うん、はい、でそれに対して監督園を発動したらですね、はい、スターリンがビビり切ってですね、はい、以後4年間日本に攻めてこれなかったと。うん、毎年やるよかったよね監督園ね。まあでもこれほとんど戦争と同じような動員やるんで一発勝負なんですよ。なるほどね、70万人動員してますからね。うん、だから南方作戦やりたい陸軍の本音がありながらやってるんで、なるほど、その監督園はもっと早くやってればよかったと思いますけどね。あ、遅かった、むしろやるのは。むしろ、あ、うん、はい、まあ、いつでも攻め込むぞというですね。なるほどね。で結局、まあ、北進論ではなく南進論で、で普通に平和進駐したんですよ、はい、でもですね、朝日新聞紙刊によるとですね、これやったからアメリカはもう、はい、アウトオブノーリターンだと、あ、言ってきましたね。言ってるでもフランスってなくなっちゃって、はい、でビシー政権になったわけでしょ、はい、で平和親中でなんで怒られるんですかね。で一応そのフランスの役所とかそういうのは全部残して、うん、で日本はその、まあ、フランス軍がいなくなったから代わりにまあその、うん、まあ、駐留してるだけだったんですよ、はい、実際には、うん、
で日本軍が最終的にそのフランスの役所とかを滅ぼすのはもう戦争負けるって決まった時に、うん、あのフランスがまたベトナムを拠点に日本に対して攻撃してきたらやばいからもうそこで全部お取り潰しにして、はい、もうベトナム独立っつってもう無理やり独立させてしまうっていうところまで、うん、まあ、あったんですよ別に普通に、うん、潰さないでね、だから別に役所とか、ね、日本はフランスともベトナムとも戦争してないんですよね、まあ、実際にはね、うん、いやそれでアメリカが怒って経済封鎖しかやってくるっておかしくないですか。うーん、なるほどね、まあいわゆる ABCD ホイボー、はいはい、だ別にこれ撤退してもいいよって言ってたんでしょ、だってそうですよ、ね、別に、ね、でもなんかぐちゃ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 ハードル上げてきてうまく決まらないという状況は通過ですね、はいうんはい、アメリカはなんでそこで怒るのっていう、いやこれ理由は何でもよかったんですよ。そうなんですよ、だから結局ね、あのフランクリン・ローズベルトは日本と戦争したくてしょうがなかったんで挑発をしていると、うんうん、だ挑発乗っちゃダメですね。なるほどね、だってアメリカと喧嘩したって意味ないですもんね。その通りですね、取るもんないですもんね、うん、フィリピンに石油出ませんからね。あ残念ながらね、一応あのそのアメリカ擁護論者の言うこと言っておくと、はい、あの南部仏印進駐であのフィリピンが攻撃の射程範囲に入ったとか、だから何みたいな、もともとフィリピンなんて射程範囲じゃん、台湾の上にあるし、はい、うん、だから何ですかみたいな、うん、もうこっちが落とす前提の土地ですからね。なるほど、うん、さてと、で近衛首相と東条陸相が対米開戦を巡り衝突し、うん、でこれはですね近衛が偽装してるってことですね。あ、本当はやらせたいんだけれども、うん、いや一応あの俺は平和主義者だよってアピールして、なるほど、でポジショントークの東条陸将が即時は開戦だみたいな、あ結局シナ事変を陸軍がやってるんで、うん、その裏にいるアメリカを叩かないとダメだみたいな、あ、まあ、でも本当に言うと炎症ルートってイギリスなんでイギリスとだけやってりゃいいんで、ね、確かにね、なんでアメリカで英米一体だ、うん、あ出た、あ出ましたね、米中一体とか今言ってるやつ見ますけどね。この英米一体論もすごくて、うん、東条がもうイギリスを叩けって陸軍の立場で言ったら海軍が、うん、いや英米一体だからあの英米イギリスに戦争を仕掛けるとアメリカもついてくるよって、うん、でそれでいざ本当アメリカと戦争する段になったら、うん、お前英米対英米戦準備できてるだろうなって、いやあのアメリカと戦うこととイギリスと戦うことは違いますって、また言を翻して当時をぶち切れるって。なるほど、お互いポジショントークで言ってるだけなんですよ。ダメですね、まあ、それもだからでしょ、部下からの突き上げをそういう形でガス抜きしないとどうにもならないことですよね、うんうん、まあ、要はそのあの陸軍は特にその下克上がひどかったんで、はい、あれ良くないですよね。で海軍も海軍で、はい、ポジショントークは陸軍以上ひどいですからね。あこれはもしも戦争どころじゃないじゃん。そうなんですよ、だからクソ組織ですからね、艦長の縄張り争いとメンツ争いの片手間に戦争やってるんです、うん、分かった、もうこの時点で特攻警察動かすべきだ。いや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 、逆にここは動かしちゃダメですよ。あそうの、まだこの時点で動かしてよかったんじゃない、もうそんなの、いやいやもうみんな逮捕でいいよそんなの。いや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 、大丈夫です。いやいやいや、本当にそんなフロントの共産党なんか逮捕してる場合にこの辺のね大悪人ですよ、まあこいつらはもう悪人ですけどね、ゾルゲとかね、うん、まあ実際ゾルゲ事件の発覚して辞めちゃうことになるんですが、はい、まあでもこの絵が首相である限りもうイオンやられてますよね。うん、逆に言えばこれは東条内閣になった方がまだマシっていう判断だったかもしれないですね。まあそうですね、まあ、それで天皇陛下も東条に期待したんじゃないかというところですね、うん、はい、はい、ですね。じゃあちょっと経済状況を見るとですね、はい、まだ北朝鮮です。シナ事変でボロボロです、ボロボロです、はい、もう国民は増税に次ぐ増税で、そうなんです。いや実はねこれ答えちゃうと1937年ぐらいからね、うん、実は戦時統制が始まって、シナ事変です、ね、そっからなんですよ、そう、うん、シナ事変がきっかけなんですけど、うん、そっからもうあの軍事費がもう膨張して、でそれを支えるためにその超拡張的な財政をするわけですよ、はい、国債は発行するし、紙幣はするし、増税はするしみたいなね、うん、で結局そのやっても実体経済がついていかないわけだから供給力追いつかないので、うん、物価だけ上がるんだけど、まあ、生産が追いつかないみたいなことがあると。でこれがまさにその、まあ、あの1970年代に我々が経験したような不況ですよね、はい、インフレが進みすぎて不況になるっていうパターンに、うん、まあ、その後ずっと陥るわけですよ、はい、で株価は上がってたとかいう人いるんですけど、それは名目値は上がるさと、うん、でも物価の上昇率と比べてみた話ですよ、うん、まあ、全然だから意味がないんですね。そうですね、はいはい、で城内先生、はい、まあ、近衛に代わって城内先生だったって聞いてもですね、はい、あれなんで、はい、近衛大学の時代に、はい、今みたいに言論人やってたらどうします、はい、そうですね、例えば石橋炭山だったとしたら、あ当時石橋炭山だった、石橋炭山でもほぼ自分がやったと思うようなこと言ってますよ、うん、要はその小日本論つって、ね、まあ、彼はちょっと極端すぎたけど、はい、もう朝鮮も全部もうあの撤退しろと、うん、もうあの日本まで全部戻ってきて、台湾はどうしろって言ったか知らないけど、うん、まあ、とにかく全部あの今持っているその、まあ、明治維新以降獲得した、うん、まあ、領土については全部放棄して、もう日本の中にこもって戦争しない で、うんうん、でひたすらその、まあ、世界中が戦争するから、ね、そこにまあ物資を供給して高度経済成長をね、うん、
成し遂げてしまおうと、うん、なるべく早くというふうに多分言ったでしょうね、まあ、経済状況もこれですもんね。そうなんです。死なず変なんかやってる場合じゃないし、さらにアメリカと戦争するのはありえんですよね。そうだから、うまくだから、まあ、アメリカに資産凍結されちゃったのはちょっと痛いですけど、うん、でもまあ世界で平和な場所って日本しかないみたいな状態にまたなってれば、うん、第一次大戦と同じ、うん、まあ、ちょっと戦時バブルみたいな感じで日本も盛り上がった可能性はあると思うんですよね。だから結局アメリカが経済統制してきた時に、うん、あの石油がなくなるじゃないですか。そう石油どうします？石油もオランダからいただくしかないんですか？じゃあやっぱりあの石橋さんとは違って、うん、対ランのみ海鮮論、うん、まあそうね、対ランのみ海鮮論か、もしくは石油っていうのはね、あれ吹いてるから、うん、はい、ためらんないのよそんなに、ええ、だからねしばらくね我慢してるとね、すいませんやっぱ買ってくれませんかってなった可能性あるよ、うん、これはねオイルショックの時にね聞いたんですよ、はい、オイルショックの時にねあの言ったの、あの、うん、長銀の、まあ、私の大先輩ですけど竹内宏先生、ね、はい、が何だっけな、確か長銀の研修の時にその話を教えてくれたのかな、あの石油ショックがあって、でこれは大変なことだと、ね、もうだからもう本当にあのイスラエルと国交断絶するぐらいやってもうあのアラブに沈み寄らないとダメだって人が片方にいて、うん、はい、それに対して竹内さんはいや何言ってるんですかと、あれ石油はもう掘っちゃうと圧力で出てきちゃうから、うん、ためらんないから絶対どっかのタイミングで買ってくれてくるから、うん、ほっときゃなんとかなりますよって言って、うん、であのかけますかとか言われて、いやじゃあかけてもいいですよって言ったんだけど、で結局竹内さん買ったらしいのね、うんうん、で要はそういうもんです。アメリカだって油田、うん、あの掘ってる限りはもう吹いてるので、うん、あれをやっぱりあの買わないってことになると、ね、どっかに、ね、うん、誰かが使わなきゃいけないから、はい、だからそういう意味で言うと少し待ってれば、半年ぐらい待ってれば状況変わったかもしれないですね、うん、だから結局、まあ、近衛内閣で、はい、あの対米戦やむなしみたいによく分かんない、うん、あの自分を縛っちゃったじゃないですか、はいはい、だから戦争やんなきゃいけないっていう縛りが自分の中に日本が持ってたってことですね。まあ、確かにでもアメリカの、ね、日本敵視政策って半端なかったんですよ、うん、だその前の段階で、うん、やっぱりもっとその敵視政策について、ね、外務省全部把握してますから、はい、実を言うとね、これ江崎さんの、ね、資料にありますけど、うん、日本の外務省はそのアメリカのコミンテルによる対日、うん、まあ、反日工作ですよ、うん、全部押さえてて何が起こってるか全部知ってたんだから、はい、それに対するやっぱカウンターのやっぱり、ね、うん、あの行動を取るべきでしたね、はい、当時は日本の移民もたくさん向こうにいたんだから、やっぱりその、ね、日露戦争以降日本は、ね、世界の秩序を守るために頑張ってるみたいなメッセージをどんどん出すべきだったのに、うん、はい、どうもその世間知らずな、まあ、世論ですよね、むしろ ね、新聞が煽ったその世論によって、はい、まあ、政策が曲げられていったってことじゃないですかね、はいはい、でその4ヶ月の近衛内閣でですね、はいはい、まず近衛ポピュリスト、はい、東条ポジショントーク、はい、で及川会長はですね無責任、はいはいはい、で外務大臣海軍から豊田さんという人が、はい、あの松岡に代わっていくんですが、はい、駐米大使も海軍だから連携がいいだろうって、ただそんだけだ、あ、何も連携しなかった、はい、その時はね、はい、誰も責任取りません、はいはい、そして井上重吉なんかは、はい、まあ、海軍大臣に向かって、はい、なんで総理に一任なんかすんだって、はい、総理こいつ最悪ですよね。いや井上さんがね、連合艦隊司令長官やってればよかったんですよ、うん、まあ、学者軍人とか言われてましたけどね、うん、でもまだマシでしたよ、うん、イーソロクよりはイーソロクよりはだいぶマシだった。そこでですね、年次が足りない、はい、あ、なんですか、はあ、あ、抜擢人事やってないですもん。あ、そう、ね、だって日露戦争やってるじゃないですか、はい、ゴンベイさんが東郷さんを引き抜いて、ね、はい、引き上げて、はい、だって大東亜戦争中どころか、シナ事変から満州事変、シナ事変通じて一回も抜擢人事ない、うん、平時の人事ローテーションやっちゃった。そう、アホですね、勝つ気あったんですかね、うん、いや、でも山本五十六暗殺されたじゃないですか、はい、もう平時のごとく分刻みのタイムテーブル作って、あ、そう、それを あの送ってたんだよね。そう、そんなん解読してくださいって言わんばかりじゃないですか。しかもあのなんか偉い人が行くから念を押すために2回打ってたんですよね。そう、アホかと。バカじゃないですか。バカですね、うん、もうどこまで脇が甘いんだということですね、うん、そうだよ。ちなみに井上さん、あの与内山本井上のサンバガラスの中で一番人気ないんですけど、はい、一つ擁護しておくと総力戦分かってるんですよ、うん、珍しく。そうですよ、そうなんです、そうそうそう、そうなんです、うん、まあ、この人のおかげで梵鐘山本五十六を書いたウブデさんでしたっけ、オイデさん、あ、オイデさん、ごめんなさい、オイデさんは助かったんですよね、うん、大和に特攻で乗り込まされる予定だったのを、うん、学生はもう全部降りろっつって、うん、でお前らはその、ね、戦争終わった後の日本のために、ね、生き残れって言って井上さんのおかげで助かったと、うん、で敗戦後も私たちが戦争下手だったんで待ちちゃいましてごめんなさいってちゃんと言ってる人ですね。そうなんです。だまだこの人がやってた方が良かったんですよね、うん、なんで与内山本より評価低いのかさっぱり分からないですけどね、うん、あの二人のやったことってひどいですからね、最悪ですね、うん、まあ、野村吉三郎っていうのはなんでこの人が駐米大使やってるのかよく分かんない海軍だ、まあ、陸軍に対抗するには海軍だろうみたいな、あ、もうなったらもう石井菊ちゃんとか送っちゃえばいいじゃん、まあ、やっぱりね、そういうこう軍人のね上出したらガチャガチャってめんどくさいんで、うん、やっぱここで特攻警察ですよやっぱり。首相これじゃ首相逮捕しなきゃいけなかったよ。だってジョーネさん逮捕されちゃいますよ。首相が石橋さんとか真っ先に狙われるじゃないですか。
特攻警察もう使えません。やばいですね。特攻警察のね、これ監視対象ですからこれですね。あ、民主党政権みたいな感じだったんだ。そうですよ。国家公安委員長が岡崎ひとみ子みたいな。そうです。菅の、これはもう終わりましたね。菅の音でもね、足りないぐらいの。やっぱりここで積んでたんですよ、この内閣末期で。はい、ここで積んでました。だって鳩山菅野田の3人足したってどの一時にもかなわないですからね、この絵。いやだからやっぱね、ここで積んでて、ここからあとはダメージコントロールなんですよ、うん、やっぱここをなんとかすべきだ、こいつにやらしちゃいけなかった。まあだから結局ミッドウェーの前までになんとかすると、はい、うん、でも真珠湾攻撃やっちゃえば、うん、まずいっすね。まずいっすよ。和平の使用ないっすよ。使用ないですよ。だってもうアメリカがね、バカヘタレのうちにね、ごちょごちょってやって、あ、いや、やめときます、やめときますって、こうビビって悪いっていうのがベストだったんですけど、対米開戦なんか本気出させちゃいましたからね。100害あって一理なしですね。そうなんですよ。やるときやるの状況に追い込んじゃいましたからね、はい、日本からね、最悪でしたね。ということです。ちょっと遡んなきゃいけませんか。はい、三国同盟。またこの内閣じゃないですか。そうですよ。またやんの。まあいいや、はい、しょうがない。ということで、はい、じゃあ次回よろしくお願いします。